ニコニコのり株式会社は大阪府大阪市何区寺津東に本社を置く海苔の製造・販売を主力とする食品メーカーである。主に味付け海苔の製造・販売を行っている。コーポレートキャッチコピーは笑顔の食卓文化。シンボルマークはデザイナーの長井和まさにより社名の頭文字 N を表したもの。またマークを彩る赤、緑、 青の3色は、コーポレートカラーでもある。それぞれが、健康、海、自然を意味する。社名及び、商標の、ニコニコの由来は、みんながニコニコして食事ができるようにとの願いから、付けられた。入局シリーズや毅然型乗り味付け乗り、手巻き乗りシリーズ、おにぎり亭シリーズ、韓国乗りシリーズなど、上記のように、在販テレビ局発全国ネット番組のスポンサーを、務めていた。 その他例外でテレビ朝日系列、月曜ワイド劇場のスポンサーだった時期もあり、テレビ、東京系列、TV チャンピオンのスポンサーを一時期していた。テレビでのスポンサー番組がない時期には、関西地区の ABC ラジオや MBS ラジオなどでは CM が放送されている。関東でも文化放送の平日8時30分11時30分の 番組で8時35分頃から8時45分頃にかけてラジオ CM が流れていた。しかし、2010年4月2日をもって、同枠のラジオ CM を降板、4月7日以降は、ニコニコ動画にて公式チャンネル、ニコニコノリチャンネルを開設し、オリジナルドラマ、ニコニコ少女を配信していた。2010年7月以降は、近畿地方限定でテレビ CM を流している。 また、かつては大阪スタジアムのスコアボード上に広告を掲載していた。ありがとうございます。